トゥナイトファイブ。はい、トゥナイトファイブ始まりました。月曜日はですね、私、大谷あゆみが担当しております。この番組はですね、吉本沖縄と。 FM コザのコラボ番組となっておりまして月曜日から金曜日まで芸人が変わるがうるですね登場して1時間お届けしているわけなんですけれども私大谷美みピン芸人でね毎週ゲストを呼んでやってるんですけれども先週はね久々に1人でお送りしました本当にもう1年約1年ぶりに1人でちょっと喋ったんですけれどもねでもやっぱりね

初めてですで初の私出ましたよしょっちゅう私青た,青たがいばっかりしてるえマジであのね素晴らしいなんでかって言ったらねアダージョっていうあのコンビ組み立てのね、うん、あの新里高樹っていうピン芸人元ピン芸人と、うん、神楽っていうコンビの,の片割れ <laughs> えー、名前が出てこないないこがちゃんだちゃんが、ね、新しくコンビを組みまして、うんうん、アダージョっていう、ねうん、コンビを組んだんですけど、うん、アダージョとしての初めてのお仕事が「TONIGHTFIVE」だったんですよ。うん、えマジで、ね、っていうことなので今日はト根川ホップキンスとしての初めてのラジオというかこの FM コザ。うんはい っていうことで、よろしいのかな。よいしょ。よいしょ。ですそれぞれね、あの、岩田くんに関しては、まあ、もっと。前のコンビで、この、トゥナイトファイブレギュラー持ってたし、又吉くんに関してもね、毎週っていうくらい、私の。ね。レギュラーかっていうぐらい、出てましたからね。そうよ。そう、だから、改めてちょっと自己紹介と、ね、初めて見る人のためにもね。自己紹介を、はい、お願いします。はい、えっとですね。 まああの去年の十一月までまあ毎週水曜日のテナイトファイブを担当してたんですけれどもまあちょっといろいろありましていろいろありましたまあ何やかんやありまして卒業させてもらいましたけれども今年に入りましてトネガワホップキンスというコンビで活動を始めました岩田です改めてよろしくお願いします。そしてはい可愛いね本当に康太の口癖ですね。可愛い。 はい、ね、僕はですね、あの、ピン芸人で、もともと、やってまして。え、ピン芸人でね、まあ、やってた。ピン芸人でやってた。え、又吉平とです。何回はい。もうピン芸人をやってたっていうことしか、もう情報が。そんなこといっぱいあるよ。いや、でも、長いことピン芸人でしたからね。それ、もう四年間、ずっとピン芸人で、本当に元旦から。もう。岩田君ね。コンビを組んで。まあ、種川ホップキンスとして。新たにね、この二人で。 は組んだということでね、皆さんよろしくお願いします。はい、とねがホップキンスと親指で、この一時間お送りしてお、いきます。よろしくお願いします。メールアドレスがですね、メールアドレス、誰が読みます?。いや、ない、つものあれがないなと思って、見せようと思った。なんかあるんだ。メールアドレスは、あ、こちらね。じゃ、お願いします。メールアドレスお願いします。じゃ、あ、ま、私と。私くんから。はい。 メールアドレスが七七六一アットマーク fm コザドット jp です。はい七七六一アットマーク fm コザドット jp まで。はいよろしくお願いします。何でもいいですよ。この利根川ホープキンスに対するね質問でも何でも構いませんので。何でも答えます。皆さんはい。何でもね。お願いします。好きな食べ物でも、趣味でも何でも答えますね。はい。皆さんの温かいメールお待ちしております。一旦 CM 行きます。 トゥナイトファイブ はい。ということで、トネガーホップキンスをゲストに迎えて1時間お届けしています。トナイト5です。もうね、早速ね、ツイキャスコメントがいっぱい届いてるんですよ。ありがとうございます。まあ、早速ね、の、レオナちゃんから、コンビ組んだんですかってもうびっくりね。そうなんですよ。コンビ組みました。よろしくお願いします。コンビ名がね、今一度よろしくお願いします。トネガーホップキンスです。はい。トネガーホップキンスです。よろしくお願いします。ね。願毎度おなじみ。 ータもね、いやありがとね、ータ岩田さん、レギュラー卒業ぶり、どうも、さっきもねオーディションライブ、ータ見に来てくれてたんですよ、うなんう、す私今日すごい大忙しの一日で、ですか今日ね、朝、朝というか、昼間、沖縄か月のスペシャルコメディに出させていただいてるんですけど、もスペシャルコメディ終わって、すぐタクシーに乗って、ですね何よ普天間高校に。 ロケ沖縄本島番組の初めて私タクシー移動っていうのを経験しましてはいいいなだってあの国際通りのハピナハから普天間普天間までえむちゃまあまあな距離じゃないまあまあな距離すごいなでそのままロケをやりましてで7時半から泊まりのオーディションライブうちのライブに上がるためのねオーディションライブがあってそれが終わって「TONIGHT5」ですよ そうよね。そうなんですよ。今日、ええー、じゃ、もう那覇。沖縄市、那覇沖縄市。そうです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 。お忙しいでございますいやー。その時にね、ちょっとコウタが今日ライブにも来てたんでね。あ。 ラジオもここに来てくれて嬉しいです、ありがとうございます。テト童さん、ントが頑張ろうかいさん、岩田君の勝ち足が死にへんな、いつになったら沖縄と心から融合できるのだと、さっきね、今ですね、ラジオをいてる人はちょっと分かんないかもしれないんですけど、今、ツイキャスト、ユーストリームでも配信しておりまして、映像配信なんですよね、それでね、さっきからね、ちょっとテンション上げよう上げようっていうのでね、ちょっと勝ち足を一緒に踊ってたんですけど、ちょっとね、うとが勝ち足踊れないんですよね。 そつもりじゃななかったんんですうだなるほどねだからこれが勝ち足なんじゃないかって疑いがあったってことはもうすでにちょっと勝ち足ができるようになってきてるのではないかとあまあそうでも確かに沖縄最初の頃とか全然できてなかったいやもうあの勝ち足やるだけで笑いが取れてたのよとへたくそだから <laughs> で営業とか行ってちょっと勝ち足泣いちゃなんだけどやってみてみたいなふりでやって最初は下手くそで笑い取ったんだけどそういう場をこすりすぎて勝ち足が上手になってきて <laughs> <laughs> あんま,あんま受けないっていう <laughs> <laughs> いやまあまあ下手は下手だけどみたいそうなってきてますううねねだメールもねなんか結構届いてるみたいなのでちょっと紹介していきたいと思います,いすい人気番組じゃないですか <laughs> あっすごいよえっとうん こんばんは、うん、こっと言えば、うっ、ん、と言えば、うん、たと言えば、うん、こーた、松村、うん、かおりよしこーたです。何してんのこっち。<laughs> いやいや、あゆみさん、<laughs> 泊まりオーディションお疲れ様でした。<laughs> はい。まっさん。 はいあボケさマッタンさんまあマッタユシノコとかマッタンさんまあ唯一ねコウタ君泊まりオーディション見てましたね岩田さんは何をしていたんでしょうかお化けどうでしょうそれは置いといて昇格したのはウリズン桜さんと岩田さんの元相方健太くんでしたあゆみさん残念だったねでも一期一会メンバー昇格したねなるほどあとあとなんだこれトネホンああとトネホ初めてトネホンなの トネホップとか言われるトネホンさんはうちなライブ残留できるかドキドキです早速ですが毎度おなじみ質問です大失敗した話をよろしくお願いしますではパヤパヤこんな浩太君こんな感じなんだこの可愛いねお題を一個あうそ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 ういつもね質問してくれるのよすっごい助かってトークテーマをトークテーマをねご機嫌ようじゃん大失敗した話 大失敗した話大失敗もいろんな種類があるからねいろんな種類は、まあ、最近で言ったら私はあれですよ、うん、あのですか沖縄新喜劇ツアーで、はい、あの東京と大阪の舞台に立てるっていう話だったんですけど東京に着いた途端に体調を崩しましてどっちも休んだっていう,はい、はい、うえで東京で缶詰だったじゃあ 体調崩して帰ってこれないのは知ってたんだけど舞台出てないマジで出てない私リハまでやってどうなったの空港着いてめっちゃ気分悪くてこれやばいぞと思ってでそのままとりあえずリハをやって。 リハやった後にこれちょっとねみんなに迷惑かけたくないから、うん、我慢してたのよこれ気分悪いのもずっと。で,で,、ねうん、でずっとね泉弥生の弥生、うん、さんだけには、うん、ちょっと体調がやばいっすって言って。うん、一人一人はね知ってる人がいたら、うん 安心じゃん。んかあった時にちょっと助けてくれるんじゃないかっていう。一応この保険じゃないそうそうそう。言えてる人いる。とねで、AYU さんが栄養ドリンクとかね、買ってきてくれて、コンビニで。はいはい熱さましみたいな買ってくれて、それ飲んで、なんとかごまかそうと頑張ってたんだけど、とりあえずリハをやろうって。リハをやって、リハが終わって、その時で社員さんがね、あの、ライブ、あ、ライブじゃない、この、劇場が始まる前に、ちょっとね、若手芸人だけで、 あの盛り上げるステージ、ステージ、ージではないか、このお客さんを接待、うん、接待するっていうか。お客さんを接待なんて言えばいいのかな、盛り上げ。前説とは違うの前説は前説で別であるじゃない。あの、うあの入場の入り口ぐらいで、賑やかしだ、賑やかし芸人みたいな。<laughs> いたぞ、やかしね、あの。 なんか何年、うん、去年か、2年前の、Do You See Me の時も、オーディションあったでしょ、にぎやかし芸人みたいな。あ,あ,あったら、オーシャンとドサンコムロタンタ、ね、新座と高田と。そうそうあんな感じで、えー、ドサンコ、室田と大谷美、なんか、お客さんを、なんか、お客さんと喋ったりとかして、なん,な,そうなんか、まあ、ネタでも、もう人、それぞれピン芸人なんだから、ネタやるなり、なんか、できるんだったら、ちょっとにぎやか、にぎやかしてくれないかみたいな話。盛り上げてこいと。そう、盛り上げてこいっていうのがあったんだけど、うん、もう私、そのときにはね、完全にもう、 目がおかしかったのよで「あのすみません」っつってもう黙ってようと思ったんだけどちょっともう完全にやばい苦しいですみたいなはってなってで私一応ね体温計持参してたのよで熱測ったらまさかの9度9度4分でうわっってなってしかも保険証持ってなかったのよ えー、やっばってなったんですけど、もうそんなこと言ってる場合じゃないと、うん、もうくど、くどあるし、意識も朦朧としてるし、うん、やばいとことで、うん、あのスリムクラブさんのマネージャーさんに連れられて、近くの病院総、総合病院みたいなの、しかもその時の日曜日だから、うん、病院やってなくて、も救,救急よ、だから、まあそうね、救急に行って、うん、でそのままもう戻れないってことで、もあまりにも体調がひどいから、えー、で、そのままホテル行き。ね そっからみんなは東京公演終わって大阪にまで移動してるのに私ずっとその4日ぐらいずっと東京のホテルに缶詰うわ最悪だこれは大失敗ですよ東京のホテルに泊まりっただけだそう何しに行ったんだろうマジで外も出ず外も出ず最悪本当にみんな大阪とか行ってるのにツイッターで多少薬とか飲むから元気になるじゃん3日目とかは。 それはそうだよねでツイッターとかで見るじゃんみんなの様子とか、うん、もう楽しそうだわけへえつらかった大の分も謳歌したんだそうでもなんとかね代役も代、うん、役だからどうするの<ー>舞台はさあ,あのね東京の代役は、うんうん、たまたまねあのその当日に、うん、あのチンペイさんっていうトリオのあっ 知ってるるわか女の方、女芸人1人と2人男の芸人知ってるっていうのは、完全に一方的に知ってるだけなんだけど、沖縄のの出身人だよねはい、国馬さんが沖縄出身の人なんですけど、それの陳平ぺいさんの女芸人のゆっちゃんさんっていう方がいるんですけど、もうゆっちゃんさん、私みたいにぽっちゃりしてないよ、全然、細いし。 で見た目はすごい金髪でさ派手,な派手な感じの子なんだけど<ー>っていう先輩なんですけどそのゆっちゃんさんが代役をなんとか務めて<ー>で大阪では、えーうん、あその一昨年前の「Do You See Me」の作品に出てた女芸人さんが代役で出て代役というかもうそうですね。<遽>あの一昨年前は、うん 我々沖縄芸人は沖縄公演だけにしか出れなかったんですよ。うん、だから東京とか大阪とか名古屋もあったんですけど、その3公演は内地の芸人さんが我々の代役というか我々の 同じゲポジションの役をして分けなたんですけど今回からそれを沖縄芸人に全部変えようってことで沖縄芸人でみんな回るってことだったんですけど、うん、その時一作,目あ一作目に出た先輩が出てましたもう大変だったよすごいね本当にもう <laughs> じゃあちょっともう一回その話聞かせてもらってもいいな、ね、んでだろういいえもう,もういいでしょ <laughs> で<奇>もういいでしょ新喜劇テイストのボケしてみましたいいやいや,いやわあって声の調子悪いんだもんねいやいやいや,いや本当に <laughs> 短い分で笑い取っていかないと<う> <laughs> いけないういいのよそう言わなくて二人は何かありますか僕はですね、うん、大失敗したこと、まあ、僕はもう失敗ばっかりしてる人生なんですけども、うんうん、やっぱりこのいやそうなの あれですね、あのー、大学卒業した時に、うん、大学院の入学試験を受けたんですよほ<う>僕大学院行きたかったそれが、あのー、500点中五百、うん、点満点中、うん、45点で落ちたっていうのが人生の失敗ですね <laughs> 教授陣たちにあのち1日目試験で、うん、2>, 2日目、あのー、面接。 はい、物理系教授1ああ2三3人対1人の1対10何人の面接なんだけど、うん、その手元に教授たちには俺の回答用紙を全部コピーして手元に持ってて「岩田君さあのこのテストに向けて勉強したの?」って言われて <laughs> それ,それは言われるよな <laughs> 点数だけ聞いたらなああ500点中45点だから、うんうん、いやちょっとしてないですね <laughs> 岩田君さなんで大学に行きたいのって言われて。<laughs> ままままあまあああねそうななるわな「<laughs> 物理の知識をもっと深めたいので」って言ったら「うん、物理の知識をもっと深めたいやつが勉強しないって君は矛盾しとるよ」って言われて。<laughs> <laughs> た説説教教されんだだ軽く最終的にはもう説教する荒探しみたいになってて俺がボールペンで回答してたんだけど「君なんでボールペンで回答してるんだね」みたいな「消せる鉛筆かシャーペンでやりなさいよ」って言われてああもうダメじゃんダメじゃんも地獄の面接もう落ちるってわかった嫌な大失敗ですよ本当にまあまあそんなばっかですかねうん は僕はそうですね失敗は多いですけどね僕も初めてねあれまあ1年目で芸人1年目になって舞台立たせていただいた時も僕だけ本当に今もそうですけどまあカミでネタも飛ばしまくって年目も緊張るからねそれでその時一番偉い 一人。まあそのミーティングなんですけどそのミーティングの時に言った一言が「又吉以外全員よかった」って言ってそう言ってましたそんなことそそうう言われた言われたさ、言われましたよ1年目でそれ私たちもいたその時多分いたと思います多分聞いてたと思いますえ全然覚えてるあれ鈴木さん いや、<laughs> 言わないで言わないでも <laughs>。うわー鈴木さんが <laughs> いや、めっちゃ声が高らかに <laughs> あ<ー>。ああ <laughs> そうそう。私でも鈴木さんめっちゃ恩師なのよね、私は。ああね。私はものすごく、ね、ものすごく、鈴木さんがいなかったら私芸にやってないからね。 あ、そうだよ。そう、そもそも私、芸人コースじゃなくて、総合制作コース志望で。面接の時に鈴木さんに、君はお笑いコースに行った方がいいんじゃないって言われて。コース変更したら、今の感じになっちゃってるから。そう、人生を変えた人。ええ、素晴らしいですよ。そんなことあったのね、まだ。そうそう、ありました、本当に。だから、ピンでやる恐怖ね。あのギでもわかる。ひどいよ。これさ。 正直利根川ホップキンスは最近組んだじゃないですか1月1日結成ですよそれなる前でそれぞれ一応ピン経験ね岩田も飛び出しの後もピン経験してるからね12か月間ピン芸人として活動してそうなんなら今でもピンネタをやる環境ユニットライブでねいるのでやっぱピンはねピンネタは怖いよ怖いよ本当に誰も助けてくれませんからね本当にうん で最近やっとちょっと,、まあ、ょっとまあちゃんとしたネタをピンでできるようになった時に一応あま,あ、ね、まあいつでもねでもピンできるようにだからね 1> r 1とかもありますしねだから一応このコンビを組む際に、うん、一応まあコンビネタは大事に一応していくけど、うんうん、でもまた並行してピンネタも一応やっていくっていう名目でまあ組んで。 まあまあピンのネタピンはね別コンビ組んでてもできるからねそういろんな場で使えるかもしれないしねそう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 。ら俺が先週あの結膜炎にかかったんだけどああら。の最悪劇場出れないってうちのアライブに出れないかもしれないってそうなった場合はそうだピンで出ないといけないってことかそう又吉が「その場合は僕ピンで出ます」と言ってお強 でも、<う>でもそれが強みだと思う。もともとピン芸人だったからネタをたくさん持ってるしね。うん、そうだね。それとか、まだ皆さんに見せてないピンネタもあるんですよ、まだ。マジでそうそう、ある,あるんで。くれ。 いやこれマジで共有した方がいいと思うよマジでその一部私にもちょっとマジでなんでいや助けてよマジでこれは同期としてで助けてほしいこれはもうこれ終わったあのご飯の席でごはんの席でごはいの席でよろしくお願いしますということでねいっぱいね気づいたら話してる間にいっぱいコメントも来てるわけよどんどん来てるんでねそう歩みの女としてあの 口説いてる、ラインをいっぱい送ってきてるラインじゃないですか。オロチな。オロチさん。だから初めてなんですよ、オロチさん。オロチさんですね。オロチさんオロチさんおろちオロチさんオロチさんで絶対違うでしょ疑ってしまうな。ねえ、一生オロチさんかなと思いましたけれどもね。いや、俺。長谷川さんじゃない長谷川さん違う。 <laughs> いやあのラジオですからね、ちゃんとあのリスナーさんにもどういう状況なのか説明してくださいよ、観覧いね、外の、ね、観,覧観覧に来てる方が,、ね、るがいますしてね、外にね、<laughs> その方が結構酔っ払ってるのかな。<laughs> 私、大きな方でございますけれども、そう、おろちさん、はじめまして、こんばんは、金髪女子可愛いありがとうございます。ね、ネイルも素敵芸人さんなんだ、どん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 コメントが来てますね。でね、隣の男性、沖縄にしては厚着ですね、暑くないとかね、いろいろコメントくださいました。そうだ、おろちさん、初めて、知り合いです。初めて コメントくださったので、もうこの際の覚えてもらいましょう、私たちのことを。ああ、そうですね。小さん、はじめまして。私ですね、吉本沖縄に所属しております、ピン芸人で、大ゆ歩と申します。大きい屋根の矢、ひらがなで歩み。ツイッターもやっておりますので、よろしくお願いします。はい、そして。我々二人がですね、利根川ホプキンスというコンビを組んでおります。僕がですね、もともとは静岡県出身の岩田といいまして。 僕は浦添市出身の又吉です。お願いします。お願いします。あの、トゥナイトファイブという番組はですね、月曜日から金曜日まで芸人が日替わりで。お届けしておりまして、月曜日が私大矢美の担当になっておりまして。今日はですね、ゲストでトネがホプキンスがやっているわけなんです。はい、たまたまでございます。一時間楽しんで帰られてください。おろちさんね、関東なんでいませんということでね。あの、あの人は。あ、本当だ、本当だ。なるほど、なるほどね、さっきからワイワイして。 ですね。違う人でした。違う人でした。でね、なんかね、メールもね、結構来てる、メール送りました、ゆうきさんですね、メール。送ったみたい。あ、で、みすぐさん、あゆみさん、岩田さん、又吉さん、こんばんは。こんばんは。あゆみさん、止まりんオーディションライブ、お疲れ様です。楽しかったですよ。トネがホプキンスのネタも早く見たいです。ありがとうございます。ありがとうございます。もうめっちゃ、もう。 いっぱい来てるんですね。ありがとうございます。でモンチッチさんもさっきメールありがとうございました。でコスモさん北海道から見てますね。ありがとうございます。でカナンちゃんあマタユシのことを大好きなカナンちゃんですね。こんばんはありがとうございます。でキイちゃんさんキイちゃんありがとうございます。なんだのこの子この子っていうかね。ないいじゃんいいじゃん。じゃいいんですけど。うん。何何何。 ということでメールも来てますので、うんはい、ぜひ読みたいと思いますね、メール。ーはい、おマジで結構来てますね。<laughs> あ読もう。あゆみさん、あっ、これですね、又吉さん、ねはい、岩田さん、こんばんはっしょい。 ワショイ。魔法の言葉、ワっショイ、松岡さんの合言葉です、うんえー。これを唱えてたら、もう力が湧いてくる、えー。ザキヤマさんの口癖出てくる。はい、意味わかりません。さ,させん、ワッショイ、ワッショイ。<laughs> 毎日お祭り、ワっショイ。ただいま、ほろ酔い沖縄市の小人族、<お>沖縄モンチッチ。あ、<お>寄ってるんですね。<laughs> い,いいですね。いや、いいですね。あゆみさん、トマリンライブお疲れ、3組。 爽やああこれもれあすみませんね、お疲れ3組た、爽やか3組ですねああい、いけなくてごめんによだいぶ酔っ払ってますね、きょうね、調子ね思いついたこと、全部書いてるいです、ね。 っって言って言るのかなと思いました、ねうん、るほど。あゆみさんのネタが恋しくてたまらんです。見に行けるとき、<お>ダッシュで行きますの、うんって、ターミネーターじゃないから。ねうん、<laughs> ありがとうございます。シュじゃ無理やわ。<laughs> やターミネーター以外もダッシュいますからね。ねね <laughs> 今、ツイキャスにへばりついて見ております。うん、で、えー、っとね。 どこ、どこまでいった?。はい、あほまるし、もんちち、お風呂入るとテンション上がって。うん、えー、笑い情報になるんだけど、あゆみさん見れて、今、最高潮、上げ波潮。<laughs> お三方は、<laughs> うんうん、酔ったら決まって、こうなるってことありますか?<ー>。ラジオ最後まで、ちばりよい PS 最近、夢に、カシスのしゅ キさんが出てきて、俺休みますって宣言してました。お疲れなのかもね。あ、もう一個質問。お三方は夢にこんなやつ出てきたってことありますか。またお三方に会える日を楽しみにしております。風邪ひいたらダメですよ。またのんって。なるほど。はい。ああはい。ね、なんだっけ質問が。いっぱいあったな質問。いっぱいね。なんですか。決まって酔ったら決まってこうなる。あ、私最近はないですけど、昔はよく泣いてましたね。酔ったらね。あ、泣き上手ってやつ。め 最近はね爆笑年とってるんだはずそうなのいやどうなんですかね酔ったら酔ったら僕はもうとってもあれなんですけどもう寝ちゃうんですよ僕あやだ俺もすげえ嫌われるだよ楽しくな寝るとすぐ寝るからやだよく叩き起こされてさ又吉又吉はでも 強いイメージがあるな。まあお酒はまあそれなりにっていうか、それなりにまあそれまあ人並みにねなり <laughs>、うん、ますけども。うん、では一応まあお酒飲むと僕はあの上、ー、絶、うん、になりますね。喋れるってこと？ まあ、しゃべるようにというかまあそうなんだと思います僕はええ<ー>まあ自分でもあのもともとこの滑舌なんでお酒飲むと饒舌にはなるんですけどろれつが回らなくなるっていうさら <laughs> に <laughs> まあまあニュートラルでちょっとなあ<ー>さあありましたじゃもう漫才中も常に飲んでやったら <laughs> まあダメだ <laughs> バ,レバレない程度に饒 <laughs> 舌になるんだったらね まあままああそうですねめっちゃまあ喋るといういやもうバレたら首ですけどねはい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 いはいあったからねえあとね夢夢に出てきた夢に出てきた僕あれななんかしんでか知らないですけどなんでか知らないけどまあ学校なんですけど学校で ひとみさんが出てきました。私、ひとみさんと同じ誕生日なのよ。今ちょっとデキッとした今。ここでつながるんですね。ここでつながるの夢が。じゃあ俺もつながるかもしれない。俺夢に天狗が出てきて。何をつながるのテングに終われるっていうね。 天狗にひたすら追いかけられる夢。怖いな。どういうことマジでちょいちょい飛ぶのよ、天狗って。俺めっちゃ走ってんだけど、むっちゃこう、5メートル間隔ずつぐらい飛んでくるから速くて、むっちゃ逃げ回るっていう夢から見たな。いや、その話だ、これ。本当よ。何の話よ。でもまあ、回答で。はい、合ってますよ。今、夢の話ですから。はい。めっちゃメール来てるんで、どんどん読んでいきたい。あ、もし読みましょう。だってね、モーデン。 うん、前半終わりだから、ほら、もう三十分なんでね。折り,折り返し地点なんでどんどん読みたいと思います。いはい。初投稿ですかね、カナタさん、うん、ありがとうございます。愛が多いと書いて、カナタさん。はい。いね、ちょっと待ってくださいね、すみません、ちょっと今高速事故が起こってしまいましたね。

そして六百通超えたら、何かしてくださいね。あゆみさん、お二人の男性さんは、継続してることありますか。なるほど。継続してること。継続してることか、すごい六百通。だから、目標が五十か。うん、すごいな。ええ、五十目標ね。なるほど。継続して。継続。ああ、すごい。テニスはもう、未だに。 え高校まあ、中学ソフトテニスで高校から公式テニスを始めていま、うん、だにまだ途切れずにやってます、ね、いやこれ素晴らしいことですよまあ少なからずもらってますしねバイトというか芸能肥やしにもなるんじゃないかっていうのでや大事だと思いますよそういうのは、はい、私も一切そういうのないからね,うねどうしようかななんか継続今は、ね、特にそんな趣味とかはないんですけど男あさりとか 今はね、うん、あれですよ服装とか髪型とかに気使うようにし,してるっていうあでも大由歩は本当に、うん、あのー、芸歴重ねるごとに花が本当ですか、うん、いやマジで努力,、うん、努力しようと思ってそこはそこは。そこは あのすごい、本当にそれは俺、本当にめっちゃ尊敬してて同期なんだけどやっぱり努力、やばいじゃん、俺とかやばいから、のび太くんとか言われるしな、よ昨日もライブのオープニングで、お前、寝負けできたんかって言われるぐらいだから、あ垢抜けないのよ、なかなかこれね、でも、すごいね、先輩とかも言うの、やっぱ。何を か月できてからいろんな先輩来るでしょで話してていろんな先輩がね共通して言うことがちゃんと着る服は着ろっていう何ていうのちゃんと服装はみんな言わないそれ。 言うお前ら売れてる売れてない関係なしにやっぱ見られる職業なんだからうう、うん、服装はちゃんとした方がいいよってめっちゃ言うなめっちゃ言うでしょ、うん、やっぱ売れてる先輩だからかなとか思ってたけど、うん、でもそこら辺からちゃんとしないと意識が変わらないのかなっ、ね、いやーそうかもしんない、うん、だからもう俺らもうやばいよトネラ・ホップキンス今 いやでもしおし、又、ま、吉おしゃれになってきてるからね。でも,あでも前よりはまあ気を使ってっていうかだってあのお,しゃれおしゃれな芸人の先輩でお茶の水男子の。 さん師匠ね師匠、師匠、師匠って呼んでるわけよ、さんシーハ匠さんにも言われたのね、まてよしね、ちゃんとおしゃれしなさいってね、そう、もう直接言われて、だから私、お茶の水男子さんが沖縄に2か月滞在でいたでしょ、帰ってからもちょいちょい、まてよしの写真を、今日のまてよしって写真撮って、写メをね、ハ匠さんに送ったりしてたもん、まてよしの。で、こうアドバイス。 こうした方がいいとかね。もっと。そう。おしゃれだからね。そう。お茶の水男子さんはもうすごいよね。二人ともかっこいし、おしゃれだから。根本的に太ってるんだよね。まあな。いや、太って言わないよ。あの、なんだろうな。なんだろうな。中肉中背。なんだいや、中肉中背ってもう。いや、でも大体の犯罪者の特徴の時でに本当にね。 そうなの ?20 代後半男子中生中ていうイメージあるけどなんかね細くもないし太くもないのよまあまあでも脱いだらすごいよ脱いだだらしないほんとに当に。だらしないし締めでいけばもうやっぱり締めたい体形ちょっと似てるもんねまあまあ似てんのよやっぱねだから俺らがこのコンビで仲良くこの いでたちでちょっと仲良くしてるのを見て、うん、あの、ピーチキャッスルの前代が、質の悪い BL コントを見せさせられるってい <laughs> いやね、確かにね。質の悪いは余計だろっていう。いや,いや質がいい BL コントはお茶の水だですからね。まあまあまあ。やっぱ師匠だな。<laughs> 師匠だね。先を言ってるんだよ、<laughs> 師匠はそ。そうやっぱり。さすがですわ、本当に。いやいやいや。メール、まだ。うん <laughs> 来てるんですか来てますよ来てますよすごいなぁ来てますよほら読みますねはいレオナちゃんですねありがとうございますあゆみさん、岩田さん、又吉さんこんばんはこんばんはこんばんはコンビ組んだそうですねえ、ぜひネタが見てみたいですね現状来てください先週は修学旅行で夢の国とかスキーをしに行ってましたいいなぁトネガワホプキンスについて質問がありますはいトネガワホプキンスは漢字ですかカタカナですかえ、ラジオ頑張ってください とか体調には気をつけてください。やっぱ鯉気になりますかね。ありがとうございます。触れなかったけども。今日の朝この声に仕上がりました。自分でやったみたいな。出来上がりました。今日の午前中の9時から12時の間に仕上がりました。いや作ってこないで迷惑よこっちは。いやごめんねこういう声って知ってたら呼ばなかったかもしれんけど。ありがたいですか。いや。トネガワピースのトネガワも感じですね。はい。トってきあのトネガワ

あそっからもらったんだはいそうもらったというか本人の領収は得てないです完全まあでもいいんじゃないで奪った奪でも何かね利根川ホップキンスってんかいいよね響きあ本当に最初はんかなんだろうこれと思ってたけどなんかやっぱコンビっぽいコンビ名って感じなんかあの少年野球チームっぽいって言われるんだけど確かにそうそう利根川ホプキンス いそう、小学校のしかも、やば、少年焼き、少年焼き。脱し毎週水曜日味ジクータラジオでエフエム小田で、あのアシスタントやらせてもらってるんだけど、私の番組がね4時6時なのよ。はいはい。で、2時間。 7時からねヒッティングチャンスっていうね、ヒッティンングチャス女子じゃない、少年野球の子たちのラジオみたいなのがあってね、いっそ、トネガー・ホプキンスって。いやー、ゲストに呼んでください、われわれトネガー・ホプキンスを、野球の知識、全くございませんさいただちょっと響きがそれっぽいってだけではい、ということです。 嬉しいね、いっぱいね。ありがとうございます。また、またきまたきさん。またきさん。あ、こんなもんですかね。そうですね、メッセージの。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでね、あと。大体20分ぐらいですか。はい、何話します。そうですね。なんか質問もっとなんかあっての気がしたんだけど、見落としてないかな。大丈夫かな。もんちちさんが、なんか他にもいろいろ質問があった気が。 気がししまたよね結構長文ありがとうございます毎回本当に素晴らしいっすね本当にねえいやもう話してるねもう夢にこんなやつが出てきたカシスの春季が夢に出てきたっつったけど私同期よく出てくるでもうよく出てくる同期がえなんだろうんでと思うマジで なんでだろうね最近はもう初恋クロマニオンの剣豪がめっちゃ出てくるちょっと好きだろうかなと思,思ってるぐらいいやどういうこといや好きになるかもしれんっていうぐらいあならないよ <laughs> いや冗談だけどそれはそんなに出てくるんだ何よんで俺一瞬見たの 本当になんかもう薄汚い BL いやいやちょっとやっぱキラキラした BL がいいよいやそうよでも今日の『又吉の過去』ちょっとねあの少女漫画とかに出てきそうななんか男の子クラスにいる男の子がこういう男の子いるもんねなんかねいるよねなんかこういう男の子ちょっと育ちがいいからそう図書室とかでさ何か図書室にいるような勉強できるような勉強できるよとそれに合わせて一応眼鏡も。 やっぱりやっぱねおしゃれにじゃあおしゃれはやっぱりやっていきたいなとは思ってますんでいいじゃないですかちょっとひげ剃ってませんけどひげはねちょっとそういうの気にならないから大丈夫ごめんなさい皆さん本当とにひげがねあっそうだよだから私今日本当にあのロケを行ってきて内容が私普天間高校出身なんですよ ああじゃ母校だ母校にそう嬉しい私仕事でまさか母校に行けると思わなくてさやいいいいっすよねほんとに母校に行ってね下校の生徒さんとか部活の生徒さんとかに「学校周辺の美味しい食べ物屋さんとかないですか?」みたいなインタビューするみたいなので近くのご飯屋さんとかに行って一緒に食べて。 そそそこのお店アピールするみたいいいなね楽しううだめちゃくちゃ楽しかったの。なんかね、ジェネレーションギャップと言いますか、やっぱね、私、今30ですけど、30ですけど、やっぱね、高校卒業して、ブランクがすごいじゃない、もう十何年も経ってるんで、元気よ。 今の子たちっていうかいろんなところ見学させてもらったのよ売店懐かしいのねいろいろ変わってました校舎も綺麗になってたし変わらないのは制服だけっていういや本当に小説みたいな素敵な文章でしたいや本当になんかいいな母校なんてうしばらく行かない特にね岩田に関しては静岡出身だから行けてないな僕行けないでしょここにいたらうん母校 母校はいっけてないな。うん、あの、むちゃくちゃ広いのよ。うちの母校は。えー、グラウンド2つあるし。えぇ、ー、え何マンモス校なのうん。何クラスいや,いや、8かな。いや、そうでもないね。なんだけど、うん、その、OB たちの権力がありすぎて。ええーうん。すごいのよ。怖いな。<laughs> ちょっと、怖い <laughs> あの、うん。あの、気持ち悪いけど、この、 地元ではこの天下の東高って言われてるっていう、ちょっと寒い学校だから <laughs>、えー。場が <laughs> でかいしね、あのー、応援団っていうものが、応援団ってある私たちなかった。私た今はわかんないけど、私たちの時もなかった。あ、ないんだ。うん、僕の母校はですね、応援団があるんだけど、その、いわゆる、見たことあるテレビで。他の、いわゆる一般的な応援団と違って、 もうすごい組織としてしっかりしてんねん、応援団が。なんとか高校の勝利を願って的な感じ。あ、もうそういうのもあるんだけど、うん、もう言ったらもう部活のように。はい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 とんでもない高校で、うん、あの入学したら、うん、あの一ヶ月間高カ応援カ指導っていうのを一年生やるんだけど。 あのまず入学オリエンテーションっていうまあ一回体育館に集められて校長先生とかが「我が校のご入学おめでとうございますこれからこの学校として」みたいないろんな話して一通りその会が終わったらいきなりその教頭先生か校長先生が「じゃあ今からあの応援団の方よりえ新入生の,なんかあの指導というか何々があります」みたいなのであのまあ府警も。 来れる会なんだけど、うん、じゃあ、えー、教員と父兄の方は、えー、教室の方で懇談会をしますみたいな、うんえー「新入生は体育館に残ってください」うん、で全員先生と父兄がいなくなっちゃうの体育館から」うん、で俺らだけ体育館に残されて「うん、何だろう?」と思ったら、うん、いきなり体育館のドアがバーンと開いて、うん、市内持った。 2年生めっちゃ怖いめっちゃ怖いいきなりずかずか入ってきて「お前ら全員立てや!」っつってこうしない床にバチンバチンでも応援団だから全部ボタンとか閉めてんのあっついしきチンバしてで今から上級生の応援団が来るから「お前らでかい声で挨拶しろよ!」みたいな全体に言ってくんで最初俺らはさ「えっ何何?」ってうってくるし俺とか性格上 なんか変なコント始まったみたいな。あで、ニヤニヤしてたんだけど、そしたらもうそういう奴ら見つけては、あり笑ってんだよみたいな。マジで来るから。はいはいはい。何ぞやこれって思ってたら、カラン、コロン、カラン、コロンって下駄の音がすんだよ。え来たろ下駄と思ったら、下駄で背丈がむっちゃ高くなって3年生の応援団が入ってきて。 <laughs> いきなり団段に立ち出していやいや。私笑うかも絶えー、お前らは、えー、受験に合格して、うん、えー、校長先生や教員たちには、うん、沼津東高生として認められているかもしれないが、我々応援団は、まだお前らを東高生としては認めてないってい <laughs> な,な,んな,んなんで生徒 <laughs> <laughs> これ何なの,こ,の漫画見たいこれっつってでこれから1か月間校歌応援歌指導があるとでその1か月後に小認識という式があってそこで校歌応援歌を全て歌あの何も見ずに歌いきれなければあの認められない認められなかったらどうなるのいやもう認められないいやでも学校がい <laughs>、ええ、やでも学校が人生ボヤと 認められいやまあ一応認められたなもう毎日昼休みと放課後に1年生全員集められて屋上か体育館に集められて指導されるのよで果が5番まであるのよでちょっと長いのよで応援歌が7種類ぐらいあるんだけどその7種類にそれぞれ4番ぐらいまであるのクソいっぱいあるのよ それ全部歌わなきゃいけないって。で、その1か月後の承認式までの間は承認式って何すんの承認、承認してもらうための式。いや、マジで分かんないから、承認してもらうための式なんだけど。お前、誰々は認めるみたいな。全員で歌わせて、その承認式までの間はバッジをつけて生活しないといけない、俺らは。 銀色のいぶし銀バッジっつってそれを制服につけて生活してい,ないで伝統なの伝統100年以上続く伝統ええ旧制中学校だからでそのバッジがついてる状態の生徒は沼津東高生じゃないって <laughs> で小認式で全曲みんな歌い切ったら最後そのいぶし銀バッジを「 一年生が全員天高く飛ばして終わる。いや、見たことあるよ。これめっちゃ面白い。アメリカ大学卒業の時みたいに。それ場認められなかった子とか実際いるのいや、あの、さすがにいない。まあだから、一ヶ月間指導するんだけど、歌えるなって子たちは、承認式より手前でも、いいよ、あの、じゃあ合格だっつって、名前を記入しろっつって記入されて行ったら、その承認式まで一応もう、 飛び級だからいっ、まあ、<laughs> 一旦もう合格だよみたいなあとは小認式で歌いきってくださいみたいなでも歌えない人は残されるわけよわどん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 か月もあもう残るのが嫌だからみんな必死で覚えるの、ね、そうそうそう小2式の直前ぐらいにはもう数えるぐらいしかいないのよ280人いる同級生がもう一桁とかになるからさすがにもう応援団のマンツーマンシードとかになってくるから 最後のはむしろそのギリギリまで覚えてないやつの方がしっかり承人式が歌い切ってちょっと感動するみたいな、えー、流れにとんでもない学校だな。えー、いや、すごい学校。全国見ても本当に。ドキュメント作れるんじゃん、これ。うん、作れると思う。ね、あのバカでかい太鼓が応援団の伝統の太鼓であるんだけど、うん、あの応援団以外は触っちゃいけないっていうルールがあるから、<laughs> あの 太鼓には触らないでくれって言いながら応援団がいい。<laughs> すごいないやで、そのエピソードで言うと、あのうん、甲子園予選とかって大体勝つと母校の校歌を歌うじゃん。なんだけどその応援歌が俺ら多いでしょ。うんうん、応援歌の中に外歌っていう曲があるのよ。うん、外歌って意味としてはもう、あのー、なんつうの、讃えるというか、勝利をんつうの、 祝う歌のだから勝ちが決まった瞬間「外科」って言って俺らアルプススタンドで外科を歌うの大手高校とかはそれが高歌だと思ってあそう思うよね普通に考えたらね外科が終わったあと「えこれより沼津東高生の高歌に移ります」って「もう一曲歌うの?」ってなるよねそれはね「もう一曲?」っつってその謎の不穏な空気が流れるっていうそういうことあるはずだろ そあ,れある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  <後ろ S 1> あ,ある変だめっちゃ変わってる <laughs> でもなんかヤリハマックスさん <laughs> ヤリハマックスさん <laughs>、うん「戸塚ヨットスクールですか?」ってあ<ー>「戸塚、えー、ヨットスクール」って確かこのあれでしょこの監督さんがむちゃくちゃスパルタで有名なへ、うん、えー、俺も詳細はちゃんと見てないんだけど、うん、とんでもなくちょっとだから 言ったらもう旗から見たら行かれてるぐらいスパルタなやり方であの教育していくっていうそれとちょっと似てるのやいやまあ俺らの場合はそれよりはあまあまだけどまあまあねあの当時やっぱ俺らはもう怖かったよ入学したけで右も左もわからない1年生が急にね先輩たちに 鳴られ続けるっていう一ヶ月間でしないとかも恐ろしいもんね。意味はなんか最初泣いてることがいて女の子で。それは怖いな。わけがわからなくて。勉強して入ってきたのに何やらされていやわけわかんないであの覚えるために覚えやすくするためにその CD も売られてるから CD を購入する。買うんだね。CD を購入。じゃすごいね。変な高校だった本当に。面白かったねも。やっぱいやまあやっぱり覚えてるな。 あんだけインパクトがある出来事だったからもう今でも歌えるあ多少全部ではないけど私効果覚えてないもんいや覚えないよ効果で特にさ小中の効果は今でも歌えるのよ高校はね選択授業で分けられてて音楽と書道とえ音楽書道美術だったかな ?3 つあって私書道を選んでたのよああはいはいはい 音楽を選んでる人じゃないと効果習ってないのよ。だから習ってないのよ、効果を。<laughs> そんなことあんのあるある全然ある。効果って歌わないのじゃあ。だから、いや,まあ、いや、歌わされたけど、うん、誰も多分歌ってるの、あんまいなかったと思う。うん、ああ、まあ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 、そうん。だから体育館にあのかか書いてあるじゃん、効果の歌詞みたいな。そ,ではい、でそれをなんか音楽が流れてたら、それに合わせて口パクでなんか歌ってる感じにすると,、うん、と,とか。そう でもなんか運動会とかね、行事ごとに効果とか流れるから、メロディー的なのは聞けば、あーってなるの。だから卒業式の日までには、まあまあ一番ぐらいだったら。 うるの声で歌えるようになるっていう。雰囲気で。そう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 。僕たちもそんな感じ。でよね。はい。あ、どこだったの、高校。僕は陽明高校です。あ、浦添のね。でも、なんか全然、ほとんどの人が、もう校歌歌えないんですけど。なんか知らないけど、一人二人は歌えるやつがいいです。かちゃんと。ちょっと。なんで歌えるの、こいつ。それ面白いな。な。 女子と男子の一人ですよね。ああすげえなと思えばいつやったんだろうと思えば何でどこでどう覚えたんだろうそんなにしっかりとそうそう全然なっていないですよいやだか俺らはやっぱり特殊だったわ応援団は体育祭で卒業になるんだよなるほどね体育祭が終わった後夜に何つうの高野祭あったあった高野祭あった高野祭でフォークダンスなんでやるんだけど最後にその 何式まあ卒業応援団の卒業式みたいなのがあ,うん、うん、あるんだけどその応援団は両手に木の先にこうタオル巻いて、うんうん、そこに油しむかし火つけて両手に火がついた松明を持って、うんうん、で一人、まあ、応援団の人が一人何人かいるから、うん、一人ずつこうみんな全校生徒に演説みたいなのして、うん、俺が応援団に入って <laughs> みたいな。でなんか、うん 後輩のの応援団の名前誰,誰みたいな、うん、今後この歌はお前に託すぞみたいな、うんうん、でそのもち,もち,もち応援歌があるんだよ <laughs> <laughs> えよ私の持ち応援歌は外科とかは別,別に、ね、外科とかをだから誰か、まあ、外科は一応みんなのなんだけど割り振られてて <laughs>、うん、あのなんかそうその持ち歌を歌って、うん、あの卒業するっていうその何かあるんのよ ひた旅立ちしみたいな言って、ひた旅立ちしを歌って、卒業するんだけど、全員、全校生徒も毎年入学時に覚えさせられてるから、みんな歌えるじゃん。だから、あの、ちょっとしたライブみたいなんだで、泣く人もいるみたいな、うん。<laughs> いや、これさ、一回まじ取材で行ってみたいな、ね、いや、相当変わってるよ。ね<え>、うん、ちょっとまじで、一度行ってみたいね。すごい。<へー> <laughs> いやまあそういうチャンスがあればいいなっていう、私もちょっと見てみたいんで。CD あるから、今度聞いてくれ。あ聞きたい聞きたい聞いてくれ、俺持ってるから。ということで、CM 挟んで、エンディングですかね。はい、CM 挟んでエンディングでーす。はーいはい エン,ディングあっという間の1時間でしたけれども、はい、エンディングもうないよ時間。本当だはい ということで、うございましたあちのライブの告知あれば、金曜日にうちのライブがありまして、これによって来月の2月、残留できるか、降格になってしまうか決まるので、もしよければ遊びに来てください。ぜひ皆さん遊びに来てください。明日も沖縄か月2時から平日公演やっておりますので、ぜひ皆さん、遊びに来てください。じゃ最後にぴっぴん、ひと言、皆さんにお伝えして締めましょう。 そうですね。<laughs> まあ気づいた方はいるかもしれませんけど、はい、後半ほとんど喋ってません。いや、またね、<laughs> トネガー・ホップキンスの2人にはゲストで出演してもらいたいので、その時はね、はいまあ、たくさん喋りたいなと思ってますんで。はい、よろしくお願いします。ということで、今日のお相手は大谷あゆみと、トネガー・ホップキンスでしたー。おやすみ。まだね、これからですか。これから <laughs>。